ジャイアントシュナウザーは犬の品種の一つでドイツ原産のシュナウザーの一種。ドイツの南東部バイエルン地方の牛飼いが大きく力強い牛を犬を目指してネズミ狩り犬だったスタンダードシュナウザーにグレートデーン、ブービエデフランドル、さらに力強さを加えるためにロットワイラーなどを荒廃して作り出された。長年バイエルン王国の富右辺の周辺で畜牛を 市場まで連れて行く役目をしていたが、19世紀になると、運搬は鉄道にとって変わられ、後ろ意見としての仕事はなくなってしまった。しかし、今は、その大胆不敵な性格から番犬として使われたり、その凛々しい外見から消毒区として用いられている。長い眉毛、口ひげ、顎ひげが印象的である。筋肉質の体で、体色はブラック、または、 ソルトペッパー。普通は、段耳、段を押されるが、しないことも多い。体高はおよそ59センチメートルから70センチメートルで、体重はおよそ32キログラムから35キログラム。基本的に健康だが、関節炎にかかりやすい。性格は賢く従順だが大胆である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也。 大木拓薬成分同振興者2007年から383、384ページありがとうございます。